クレア待て、そっちに行っちゃダメだ、誰かいる、近いの、わからないけど多分そんなには近く、200メートルくらい。よかった、服を脱ぐ時間くらいはあるわね。周一も早く変身して。こっちから仕掛ける。確かに危険を避け安全にコツコツコインを集めるという手もある。一見正しいように思えるけど、それは不正解。そんなことしてたら誰かが先に必要枚数のコインを集めて力を手に入れてしまう。リスクを恐れていたら手遅れになってしまう。ここでの正解はリスクの中に踏み込むこと。大きい、僕よりもずっと。それになんだあの手は。あんなので攻撃されたら。初めてだ、敵の方から姿を現したのは。今まで何度か収集者らしい気配は感じたが、皆私の姿を見ると逃げていった。別に敵ってわけじゃないわ、あなたと話がしたいだけ。その声、お前は女か。そっちも一人？うまい、一人だと思わせたのか。話とはコインのことだろう。だがあいにく私はコインについてあまり詳しくない。それは私も同じよ、だから協力を。私はコインを探しに来たのではない。強くなりたいと願い宇宙人にこの力をもらった。だがいざ使ってみると、この力相手が普通の人間では弱すぎて今一つ実感ができなかった。私は自分がどれだけ強いのか知りたい。宇宙人に聞いた。ここに来れば私と同じ収集者に会えると。正直女と戦うのは気が引けるが背に腹は変えられない。悪いが手合わせ願いたい。ちょっと相手を間違ったかも。いい感じだ、今の一撃普通の人間であれば即死するほどの威力だったはず。だが私は耐えた。一つ答えが出た。なんて力。ダメだ、押しつぶされ。周一、もういいわ、あとは私がやる。クレア、この手応え、今度は完璧に。参ったわね、相手がちょっとヤバすぎたかも。なところでやられるわけには。もういいんじゃない、大体分かったでしょ、あんたの方が圧倒的に強いわ。けど私はあんたと戦いに来たんじゃないの。コインか、それを手に入れてどうする。別にどうもしないわ、けどそんなとんでもない力、危険な奴の手に渡ったら何に使われるかわからないでしょ。だからできるだけ情報を共有して。なるほど、ではお前が危険人物ではないという保証は。コインを集める者、力を求める者は皆そう考える。自分以外は全て敵だと。ここはそういう場所だ、だから私はここに来た。残念だわ、お友達になれると思ったのに。
また一つ答えが出た。私の肉体は銃弾にも耐えうると。まあ片腕は貫通してしまったが、その銃もただの銃ではないのだろう。狙いに関してはある程度予測したので反応できた。多少のブレはあったが、お前なら必ず命を取りに来てくれると信じていた。礼を言う。私の名前は三部忠則、山北大学2年。いいの？自分の正体は。これは私なりの一方的な礼儀だ。命を懸けた戦いに応じてくれたお前への。では今度は私の番だ。強さに憧れ、さまざまな武道を学んだ。だが武道とはもともと人間が人間の体で使うもの。この体では具合が悪い。なんだあの構えは。それで自分なりの武道というのを考えた。まだ未完成で不格好だが、見てはくれないか。これはやばい。やはりまだ未完成。威力だけではダメだ。実戦で使うには正確さも必要。また一つ答えが出た。だがそれなりの手応えはあった。そう遠くへは逃げられないはず。隠れてないで出てこい。まだ決着はついていないぞ。仕方ない。少し手荒だが。何をしている。まさか今さら力比べでもしようというのか。私をバカにするな。単純な力の差などもう見えたはず。それとも今さら命を懸けた勝負が怖くなったか。お前には落胆した。死ね。あんたがね。誰だあの女は。どこから現れた。あんたの負けよ。仲間が隠れていた。いや違う、この声はさっきまで話していた声と同じ。では今私の前にいるのは。面白い。本人の理解も納得も関係なく一瞬で形勢が変わる。命のやり取りとはこういうものなのだろうな。思ったよりも力が強い。振りほどくより先に、おそらくはあの女がこれを操っているのか。負けを認めろ。は？僕は人殺しなんか。周一！違う、二人いる。目の前にいるのが変身した収集者だとしたら、あの女は。聞いていいか。ダメよ。もしあの女がただの人間だとしたら、私の腕を貫通するほどの銃、そんなものを生身で使えば。分かっているのか。そうか。私の負けだ。シュウイチ！違うんだクレア、いきなり変身を解くなんて思わなくて。気にすることないわ。
こいつが間抜けだったってだけの話よ。その通りだ。これは命のやり取り。そして私はそれに負けた。殺せ。